な。私たちのせいだね。違うぜティブは。何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか。そうだろう。忘れねえ。いいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。うん、どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。どこに向かってるんだ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、
古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代史の血を引き締め者。この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？なんでもない。急ごう。よう。あんたは無事か？まあな、チョコボが怯えちまって動かねえけどな。穴が開いちゃった。待て、やり過ごそう。信じらんねえ。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ今はな。大切なものは取り戻せたのか？あんたのおかげでな。ならばもう手放さないことだ。差し押さえられてた家もなくなったけど。7番号室だよ。まずは避難場所を確保する。ひどいことになったね。こっちに被害は？7番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこり。7番街が潰れちまったって本当なのか？ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。娘が7番街に。2人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいからな。あいつら探しに行かないと。俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後で付き合え。ああ。すごい地響きだったな。もう五番街だよな。早くマリンに合わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに合わせてる。親しきになったスラムは賭けで大負け。あの家だ。マリン！マリン！
リーは、マリーはどこにいる。バレット、すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク、今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。マリン、よかった、無事で。エアリスはシンラに行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい。よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。
かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだったところがある日、エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言っても、お客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら、私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンセブンも確認しておきて。うん、わかった。七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれか。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代種だぜ。深い意味はねえよ。すっごく揺れて、ここのプレートも。すごい地響きだったな。これって事故じゃない？本当にプレートがない。あそこだ。
さっさと抜けちまうぞ。行き止まりだ。ちっ、あそこを行こう。危険なモンスターはいる。なんとかなる。走りすぎるなよ。走りすぎるなよ。はい、決めちゃう。落ち着いていけ。頼られてやな。いけんだろ。私に任せて。結果だ。あそこ。お、ちょっと怖いね。ラナ番街に戻るの。ティファ、行こう。
地から抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか、生きててくれてありがとよ。希望が見えてきたぜ。うん、どうしたものか、はあ、どこから手をつけたものか。友達は？姉ちゃん大丈夫かな？きっと大丈夫さ。きっと。何があるかわからない。備えはしっかりな。気をつけてな。こっから這い上がるぞ。ようやくまともな空気が吸える。くそ、なんでこんな。もうちょっとだ。すぐそこが6番街だからな。母さんは？それでもあそこにはいられないだろう。嘘、助からなければ。バカ言うな。今までだって何とかやってきたじゃないか。あったか。さっきよりも近いか。家も古かったしね。おい、助けが必要な奴はいねえか。なんもねえ。もう少しだよ、頑張って。手伝うぜ。マルさん。あんたたち行くぞ。せーの。よかったな。ありがとう。本当によく無事だったよ。これからどうするんだい？さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい？いや。確認してきたらどうだい？じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。
足元に気をつけていきな。おい、誰かいねえか。返事をしてくれ。誰かいないか。助けに来たぞ。聞こえてたら返事をしてくれ。誰か返事をしてくれ。おーい、ティファ、ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。行くぞ。せーの。ウェッジの家？おう、今行くからな。そこで待ってろよ。死んだくせやな。ウェッジ？ウェッジ、こんな時に。
作りやがってこんなとこ。狙うぜ。どんなもんよ。暗いぜこれは。やだ。右でも負けっかよ。はあ。悪いな。さあ来い。そこをこの。や。当てる。それ。蹴散らす。行くよ。今。クラウドは。いないの。まあいつなら大丈夫だ。こっちもこいつらを片付けんぞ。辛いぜこれは。そこ終わり。怪我はねえか。うん、大丈夫。よし。
まずはウェッジだ。もしかしてずっとこんな風に移動してきたの？俺らしいだろ。いや、このただじゃ済まない。かなり登ってきたな。期待してるぜ。行くよ。いらねえ。あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるか。戻ったらおいしいもの一緒に食べさせてあげよう。行けんだろ。私に任せて。もう倒しちまおう。それいらっはぁ、あんな注意。じゃあね、そこ、この畳みかける。シャワー浴びたいな。
なのもんは全部ぶっ飛ばす。よっしゃー！
ったか。銃撃の跡をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。クラウド？よくやった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。星に帰ったんだよ。帰る場所は間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。重てえな。